勢ぞろいプラス偽物一つ、違和感でわかる野郎クイズ。まあ、罰ゲームっていうほどでもないですけど、偽物が見抜けないような輩にはですね、本物としての称号がふさわしくないということで、僕がね、手作りでこう書いたバレンシアガのキャップを一週間かぶっていただきます。手作りかよ、むざすぎ。確かに、海賊版とかだと本当に罪になっちゃうね。そうね、パチモン買うとね、そう推奨するの良くないの、ね、ということで、牛さん八億ビンバラ、量が3、トシミツが2ということで、トシミツ、バレンシアガ。いや、バレンシアガじゃない。バレンシアガならハッピーだもん、みたいなもの。このテイストだと誰が一番好み？トシミツさん。うわ、これなの？これなんだ。そう、これはちょっと好み尖ってますよ。一番普通じゃないですか。普通じゃねえ。てか何が起きたんですか、あなたたちは。え、アイキャッチ上げて、ですよね。少女漫画の動画を撮るんですけど、ちょっと格好つけようと思って、うん、この衣装部屋いたらこうなっちゃう、うん、まあ、とりあえずは僕はこの帽子がこれになっちゃってるんで、これにマッチさせるにしたって感じですね。これ撮れないんで今。なので今日はサボってるの誰クイズをしようと思います。今から3人の前で何人かがお仕事をします。でそのお仕事をしてる人の中にはサボってる人がいます。でサボってる人の人数はまあ問題ごとに変わるんですけど、3人にはサボってる人を見破ってもらおうと思います。見破れたら1ポイントって感じで全4問やっていきたいと思います。はい、いいですか。まあサボるかもしれないけどね。問題を、うん、途中でサボるかもしれない。サボられたらまずい。罰ゲームがあった方がいいのかな。サボっちゃうんでしょ、だって罰ゲームカードだ。危ない、外れろ。そんな物理的なカード聞くか。危ない。ポイントが一番少なかったやつは、え、一週間サボ生活。え、ちょっと待ってサボって、いや、サボでしょ。いや、ワンピース危険。知らない。他だけで決めんな。これ何これ。そいつルフィの兄弟だよ。マジ鉄タイプだけだわ、こいつのおもろいところ。いや俺これ似合うな。髪型めっちゃ似てるから。髪型が似てるからいける。ああ確かに。まあ仕方がない。これで、ね、武士さん1ポイント、芝居より2ポイント、哲也2かな。おーおー、巻き返した。全然わからないですね、うん。最終問題の場所、また移動です。はい、はい、移動しましょう。はい、はい、お疲れ。こんにちは。ん？第4問やるよ。あ、ごめん。今、あのカニ本家いるわ。はい。はい。鉱山会館だよ。カニ本家じゃなくて鉱山会館。あ、なんか由緒館、由緒館似てたよね。由緒館とか知らんけど。間違えてるって。間違えたんじゃないんだ。はい。ん？サボったんだよね。サボってるやん。みっけ。芝居をサボってる。正解！よっしゃ！てつやと虫眼鏡に500万ポイント！よしよしよし。よし、これでドベは決まったな。え、何やってんすか彼は。マジで、家族とのちょっと大切な食事をダブルブッキングしてしまいました。はぁ、うん、俺サボやるって言って帰っていきました。なんなんそれ。なんかちょっと気に入ってたしな、サボの格好。なんかね、最初一番やる気だったよね、あいつはね。かくかく、どうも、革命足りてますか、サボでーす。あれおーなんでここに来て革命足りてますよー。ややこしい。そんなセリフない。革命足りてないんじゃないの。ない、言わない。ねえ、革命足りてますね、革命。週刊少年ジャンプがもうすごいな、パワーコローの。てか、杖と帽子だけでいいって言ってたやん。え、いいのすごいな、それでもいいの。え、でも、ちょっと、その杖、何作ったの？専用のこれ何ですか？これ全部アマゾンです。はい、いいな、なんかそれ似合うね。似合うね。あと、わかんないね、黒で。確かに、上つってるように見えない。全然わかんないから。そう、全然しかないから。かわいいね。そういう、僕もそのアニメ知らないからさ。え、そうっていうコスプレなんだって思えるわ。ね、なんかキャラクター感あるの。めっちゃ似合うじゃん。マジで、語るでやってんならシャンクセグだった。さあ、この企画ですね、珍しくミトロ爆弾くんがぜひ調べてくれということで、はいはい、ごじゃんでやれよっていう話です。生活しててうざいなっていうのがあって、はい、ひっつき虫ってあるじゃないですか。ひっ
つき虫、くっつき虫って、はい、まあ、ね、まあ、我々も ね田舎に住んでますから、ああいうのってうざくないですか。うざいですよね。うざい、そう、どうしよう、これの今この見た目うっとうしいことはなかなかないですで、今回は岡崎市にあるひっつき虫を削除してほしいと思って削除、はい、削除、はあ、ということで、岡崎市にあるひっつき虫を岡崎市にあるひっつき虫を岡崎市にあるひっつき虫を撲滅しよう。大丈夫、かわいい、ね、今の尺全部使われてますね。かわいそう、すごい考えたタイトルとして、ね、ちょっととりあえず持ってきますね。もう持ってこないでよ。もう別に持ってきたらやってるようなもんか。これ見て、なんか荒々しくない？こんな感じじゃなかったよね。いや、一回ね、なんか洗面台にこれが置いてあるときに、一、うん、回プチュって踏んだのよ、これ。あ、お前かい。自分がね、なんかこの辺踏んで、うわ、ついちゃった、やべってなって、ちょっとちゃちゃちゃって直して置いておいたんですけど、こんな散らかってはなかった。もう一人、もうまだ別の要因が何かあるの？え？なんだこれ。僕には何かが変わったように見えます。あれ、なんかこれさ、これぶっ壊れてないか。これ壊れてないかな、これあれ、これでもそんな感じじゃなかったっけ。そんな感じなわけないだろう、これどう見てもこんな感じだったらな、こんなペースで行ってないんだよぶっ壊れすぎてないか、あまりにも。めちゃめちゃぶっ壊れてるわ、よく見たら。俺もこの辺とか下の方とか明らかにぶっ壊れてるわ。いや、哲也のやつやば。なんで？え？え？知ってんのか？え？お前のその右足を構成している物質はなんだ？これだよ！なんだ、そのスリッパは。すいませんでしたー！何？何を謝ってるかわからないよ。本当にすいませんでしたー！俺が犯人です。お前かい？第一事件はこっちだった。いや、こっち。え、あ、こっち。俺、最初から言うと、これちゃんと最初は大臣に保管されてたんですよ。行っちゃいけない領域みたいなのが一応置いてあったの、部屋であって、じゃ別の撮影で同じ部屋を使う時があって、最初は俺も意識してたんですよ。だけど別の撮影の方でちょっと一生懸命すぎて、立ち上がった瞬間にジョリジョリジョリって言ったんですよ。踏んでいた、すでに立ち上がった瞬間に言うんだったら、まあまあの時間こいつは踏まれていたよ。目に光な。本当にすいません。でも待って、こっちは知らない俺。やっぱお前はお前やん。俺は俺なのか。俺プラス誰かは一回は絶対踏んでる、これは本当にすいませんでした実は関係ないんだけどね。いやでも、今からやっていくと考えたら、まあこの作品だけがよりどころではあったからね。そうは、よりどころよこよこれを一回修正してやってもらうか、これは一旦忘れて新たにデザインを作ってもらうか、これがボコボコにされるかです。そんなんで終わるなら俺ボコボコにするよ全然。だって別にお前がどうとかじゃなくて、終わるならそれでいいもん、うん、別に唐揚げくんでもたけしくんでもいいもんボコボコにして終わるんだったらボコボコにして終わっていいかもしれない。いや、本当に申し訳ないんですけど、どう思いました、これ見て。こんなことを人にさせてはいけない。いくと、これある程度編集しまおうかな強み出てるわ。だって早送りのとこ早送りして、喋ってるとこ残してもらってっていう1時間にしてほしいんだけど、どう？やりましょう、やらせてください。編集するなんて俺は考えられない取り込んでまた同じ時間これ見んのやばい。そうだよ、で、そのデータを受け渡し関連で、うん、ちょっと、うん、まあ、イクトのパソコンを一回貸してくれと。あ、そうなんだ。っていうので、うん、まあ、借りて、うん、で、まあ、イクトのパソコンをもう返せる状態にあるんですけど、うん、ちょっと、あのそのね、イクトがやってきた企画がムカつきすぎて、ちょっと腹いせにチェック、うん、腹いせ？ん？腹いせ、腹いせに、腹いせに、うちのその社員
社員に、はい、弟分いるね最近弟分にちょっといくつのパソコンちょっと変な感じにしといてって頼んで頼んだんですよ。おら何それ、中身を外見を、まあそう受け取り手次第っていう感じで、あー本当に雑なパスをしたんだ。雑なパスをあの弟分のタクトってやつで、タクトってやつにしたんですよ。どういうことそれ。今一瞬タクト来てたんだよ。えっ、そう今来てここにポンってなんか置いてったの、うん、ここにある今は君のパソコンらしい。うんいいよいいって、返す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 、ちょっと待ってよ。え、俺の MacBook あるんですよね。そうだ返しますよ、いろいろ使わせてもらって。あ、じゃあ返させてもらって。データ問題ない。何してんの。本当に意味が分からない、これは。マジで。ね、本当にもう、なんだこれは。DSS 懐かしい。何これもう。懐かしい。MacBook がついでみたいになってる。いいじゃん。すごい。すごいじゃん。これがどっちかというと PS2 が魔改造された人になってるよ。おーねー。それこそさ、だってバディさんとか嬉しい。あ、行くと、もうパソコン、あ、行くと、はい、はい、行った。カメラ持ってます。マジでマジで、なんかわかんないけど行くとじゃないと思ってた。俺ですよ、俺ですよ。カメラゴーレムから持ってた。カメラゴーレム、カメラゴーレム欲しい。行くと、はい、お前、風の噂に耳にしたぞ。はい、 MacBook 欲しいらしいな。 MacBook 欲しいですね。お、今持ってるやつは、俺が今持ってるやつはサイズが一応512なんですよ。あで、俺が持ってるのがてっちゃんからもらったやつで。でもイプトのさ、MacBook なんかすっごい外付けついてるじゃん。あれすごい、マジでやばい、外付けハードディスクついてるね。外付けすぎだろ。まだついてんの。そこでかい外付けついてる。お前これはすごい十字架だからね。これマジで、マジで修行になる。リュックが重すぎて。ここ持ちやすいな。で、一応かけるとそのプレツがあの支えになっていい感じなんですよ。いい感じなんですよ。いい感じじゃないよ。でんでんでん、君 MacBook Pro 欲しいらしいね。あ、欲しいです。僕の MacBook も1枚余ってしまったんだ。ぜひ君にあげてもいい。やった。ただし、はい、じゃんけんで、はい、勝負、はい、じゃんけんで勝てばプレゼント。うわ、ああ、おう、最初はマク、じゃんけんぽい。うわあ、あ、よく粘った。いける、いける。最初はマク、じゃんけんぽい。うわあ、よっしゃ、よし、よかった。いやー、おめでとう。よかったね。嬉しい。これで俺も軽くなる。これはでかいね。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ。おめでとう。早く欲しい。持ってたら早く上げないと。ギルトなよ。やったー。MacBook。 じゃあこの MacBook にはプレス3つけますね。でかっ。あれよりもでかいよ。皆様に俺が気に入る iPhone ケースを作ってくれというお願いをしました。なんでって話なんですよね。なんでやってくれたんだろうって話なんですけど、皆さんが1個ずつ、まあ、計5個の iPhone ケースを作ってもらって、本当に生意気なんですけど、一番気に入ったものをもらうよっていう。ダメ、全部使える。何様だってね。それではテータさん、はい、目を開けください。せーの、デイ。これ、売り物じゃないです。えぇ、ー、何これ失礼しました。いや、なんで。いや、まあそうなんだけど、待ってよ、 iPhone ケースですよね。 iPhone ケースなんです、ここ。うわぁ、ちょっと待ってくれ。あ、腕、ここ待ってください。あ、腕は合うね、確かに。ポケモンなんで大事にしてもらっていいですか。いや、待って、あの、そんな重さだと思ってなかった今。え、今どんぐらい重いの。え、それは岩タイプですからね。まあ、そうだね。そう、てつやさんね、僕見ました、この間、はい、東海ラジオ行くときにずっとポケモンやってて、てつやってね、ポケモンやったりやらなかったりしてるけど、やっぱやってんじゃん、ポケモン好きなんじゃん。
まあでも哲也ってどんなポケモン好きだったかなと考えた結果、まあ、我々の年代絶対グリーン版やってるなと、まあ、初期だよね、はい、本当に。そうしたらね、一番最初の自分に出してくる一番最初のポケモン絶対目にしてるはずなんですよ。こいつ相棒したら可愛いじゃないですか。タケシです。タケシ、これ哲也君もタケシですよ。これはすごいな。すごい、ちょっとはめますよ。はい、あれこれ結構あ、横が ないんだね。これがね、そっか、ビチビチだ。こいつ自体もビチビチだから、岩タイプに手汗が汗行こうか、抜群だ、抜群だ、抜群、ここ抜群。あ、でも入った、来た来た。あ、ロックボタンも使える。いいね、めっちゃできそう。ずっと画面ゆらゆら、めっちゃやりやすそうじゃん。音量もね、ちゃんと押せますね。試しに自撮りしてみよう。前に出して押しますよ、せーの。いいね、めっちゃいいやん。すごい、自撮りすごいな、これインカメ。待ってよ、待ってよ。ああ、ああ岩だ。なるほど、岩だ。これはね、でけえ背中。やはり唯一のね、何かを切り捨てなきゃいけないということですね。外カメだけは切り捨てる。なんで何かを切り捨てなきゃいけないんだよ。で、ちなみになんですけど、これね、作っていただいたのが天狗よしりんさんっていうね、あの YouTube チャンネルも。なるほど。あのね、僕も昔からずっと見てるんですけど、ちょっと前にフィッシャーズがね、あの、あれじゃない？ピカチュウ。そう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 。あー、充電器みたいな。ほっぺの充電器。で、そう、ほっぺで充電できる充電器作ったやつ、いいなと思ってたんですけど。確かに。見た見た。で、哲也さんのこの話聞いた時に、あ、キュリアンかね。すごいな、ほんとに。これはプロだな、急に。確かに、一個選ばせていただいて。本当にありがたいんかね、これ。嘘つくなよ。ありがたいんだ。まあ、代表して一つ付けさせていただくとするならば、これです。だよー、そりゃそうだ。これしか機能が生きてないんだから。俺だね。でもね、だとしてもこれやっぱすごい、なんていうの、 iPhone ケースっていう名前なのかわかんないですけど、相棒としてすごくいいですね。うんうん、 iPhone じゃなくて iPhone だわ、これ。iPhone になりました。まあ1ヶ月とは言わずね、そんな iPhone なんて1ヶ月でこうね、クルクルするんだとしたら何年あいつ iPhone 見せるかしら。ピカチュウ25年間進化させたれよ。こいつでも進化してゴロになっちゃったら、いや、こんなになっちゃう。まあ、ごめんね。まあちょっと1ヶ月間ね、動画が出るとしたら1月かな、1月、2月ぐらいに多分僕これ持って普通に過ごしてると思いますけどね、どこかで見かけたら相棒連れてんなって思ってください。頑張って筋トレします。ありがとうございます。1ヶ月よろしくな、いつもでーん。でーでー、手帳、行きますか。よいしょー。まあ、迷惑なやついるな。怖い人来たから、ちょっと聞いて。何ですかって聞いて。何ですか。寒いんですけど、早く開けてもらってもいいですか。え、これ僕たちの車なんですよ。あれ、合ってますか。車間違えてませんか。東海オンエアの車かと思って。え、は、はい、はい、違います。東海オンエアの撮影の車です。あ、僕もそれで今入ろうと思って。うん、え、あ、リーダー、哲也、哲也リーダー、俺だって俺ジムリーダー、何タイプ。ジムリーダー、あ、ジムリーダーじゃない。一応、ジムリーダーですよ。ややこしいな、今。すいません、じゃあもう正式にジムリーダーに変えます、じゃあ。え、東海オンエアのジムリーダー。じゃあジムリーダーだったら、もしかしたら。ジムリーダーだったら、寒いんですよ。寒いで閉めるか、寒いか。あ、ジムリーダー、ジムリーダー。あ、え、また来た。はい。はい。どうされました。本当にジムリーダーなんですよ。ジムリーダーにツイートする。本当だ。ツイートしてるわ。本当にジムリーダーなんで言ってもらえませんか。それでは計測しましょう。はい。違うよ。ありますよ。あ、いいじゃん。あ、ちょっと角度悪いね。ああ、見て。じゃあ行きます。勝者に優しくないって。何しますそのインサートは。いいだ。55グラム。55。はい。ちゃんと見えてますよ。完了しましたね。はい。はい。計測しましょう。としみつの iPhone でお願いします。はい。あ、どうしますこの。いやマジでとしみつのやついいと思うよ。マジでとしみつのやつ。ケース貸してやらん。ああ、危ない、そこ持っちゃう、そこ。こいつの筋力の限界があるらしいから違う、ぶち切れるんだ。そうだよ。だって本当にそれでいくの。あ、俺見えない。 0.5 です。ああ、ほら見えた見えた、めっちゃいい。違う、イランテクニック教えるな。見えた見えた。もう YouTube 下手になってる。早くうどんが食いたい。あとどんぐらいですか。なんだろ、もうこっちはスタンバっちゃってんだよ。もうよ、待ち時間があるってことですか。ちょっとひとっ走り行かしてもらいます。何でしたろ。やっほー。
青とした草がね生えている。これも夏ですよ。これ夏と秋と冬が同時にあるっていう、こういうのがある。ここだけの魅力ね。めちゃくちゃどこにでもあります。ない、マジでない。でもね、なんかこの道端で生えている草すごくないかっていうことを散々言われてるんですけど、もう今のこの風なんだよ。ボーンって言ってる風の方がすごい。その風に負けてないこっちの方がすごい。うわモザイク、あの真っ黒して、あの瞬間だけ。ダメだ、ガードマンみたいな。ダメだ、絶対ダメだ。何何何、いやいやいや、ダメだよ。一緒に効果抜群だよ。クソだ、やらしちゃう、失礼だよ。一緒にやらしちゃう。回しました。せーの。なるほど。はい、じゃあ置きます。回しました、回しました。せーの。まだわかんないやん、だって、うん、だ流れ悪いなぁ。ちなみに僕しか揃ってないですか。あ、僕も揃ってます。あ、揃ってます、揃ってます。あ、うわぁ、4粒じゃん。ある4粒になる。え、こんななる。あるよな。じゃあまあ1個ずつ紹介しますか。まずはコマちゃんにて1時間真顔動画らしちゃって。しばらくコちゃん作んないとあれはコちゃんなんですか。なんとかありますけど、これもどうでもいいよな。ちょっと1個やばいの見たもん。多分まあ楽っちゃ楽かな。4月までラーメン禁止と。ああ、これは健康を願ってのことだ。じゃあ多分僕が揃ったやつも健康だと思う、うん、3日間野菜生活。あ、これは本当に3日間野菜しか食べちゃいけません。っていう生活に野菜になるっていう意味じゃなくてね。で、まあ、僕のところに揃ったのが1週間断食ですね。何これ、これさ、なんだこれ。俺1回出した時にんだって俺思わず戻したと思ったん。ちょっと待てよ。んこれ誰、これ野菜。あ、これ僕です。ああ、こちらも俺なんだよ。ラーメン俺、これ僕だな。あれ、どういう人があるんですか。このラーメンで健康になってほしかったから、ファスティングってあるじゃないですか。ちょうど夢丸さんが経験してるんですけど、1週間断食ってまあ別にあるあるですよね。あるあるで別に酵素水とか飲んで、まあそうそう、そういうのは僕の腸内リセットしてもらって1週間断食したところでちょっとずつ野菜から流していく。あー、でも大丈夫、これとこれとこれ兼用するし。これはできないじゃないですか、矛盾が生じちゃうんで。3日間野菜しか食べれないけど断食中だからキャンセルされる。いや、10日間かかるっていうシンプル。もうダメだ。もう本当に不機嫌。これやばい。いや、4執行きつくね。欲張りだな、しばる。全回収やん。5個持ってんの、すでに。やったぜ、これは重たい。嬉しいぜ。その顔で書くのは怖いってマジで。吉村さん、走り書きでいい肉って書いてある。断食明けに肉食ってます。俺は絶食があるので、もう今から食事を減らします。あら、減らします。減らしていく。胃をちっちゃくしてくる。そうだよね、準備期間があるするってことなんだ。でも明日はたくさん食べないとダメだよ。あ、そっか。断食はどうだった。あ、俺ね、うん、まあ、一番最新あった日が一番やばかったから、3日目。ああ。断食スタートが一番やばかった。撮影の時マジでさ、頭当てなすぎる。いや、芝生優が結構本当に、もういい、みたいな。極端な感じね。もういいって、みたいな。ああ、本当に頭回ってないんだなっていう感じが。そう。本当に破滅した3日目。あれ、なるね。なるでしょ。3日目が本当に破滅して、その後はまあまあ、なんか、なんならちょっと集中できたかなぐらいの話だけど、リバウンドしたっていうか、反動でめっちゃ食っちゃった。ああ、何食べた最初に。うなぎ。スタートうなぎなんだよ。ああ、いいね。回復食でなんか戻していくみたいになるのかな。柔らかいな、言うよね。回復食をめっちゃ食った。関係ねえからね。その断食生活をカメラのどこにも収めないのすごいよな。いや、何もやってない。すごいよね。一食目とか絶対動画撮りたいのに。でも断食といっても何もしないがさ、まあ、あれだから、まあ、撮るとかないからな、うん、1回目とかを撮影にぶつけるのは絶対ダメだってことが分かった。あれは本当に破滅したわ。入りの顔こんな。
その時に俺と芝居二人のチームだったけど、もうめちゃ途中めちゃめちゃあったよね。移動中とかめっちゃ電車何やったんだっけ。やばかったよ。あのロケか、あの時あれね。これか、これやばくない。いろんなね、中古の品とか売ってるんですけど、買えるよね、多分。買っていったなんで今岩塩を食べた。あ、ただの断食だ。いや、ちょっとただの断食だった。それでは最後の結果を発表します。はい、せーの。おお、完全勝利。やったー。え、やった。あ、俺は勝ってない。大丈夫。左手だとこっちが勝ちか。はい、あ、じゃあ負けだ。お前パスピングやめろ。もうあれが一番ダメだったのよ。イメマルとシバユと俺で取ったやつがあるんだけど、うん、あれダメ。ダメ。あー、ダメ。あれか、あれ一応、あれ本当にダメだよね。ダメなのか。途中までこいつはやつか。タイトルこれね、タイトルからしてダメなんだけど。これ断食ね。これは断食が本当にタイミングがね、ダメだった、これは。ああ、食べれないのね。そう、マジでコミットできなかった。マジで一瞬いるだけだった。いる意味なかった。しかも頭回ってないし、あーずっといるだけ。本来リーダーだからね。うん、代表して誰かが口でプーと言ってもらいます。どうですか、ね、なんで口でヘと言ったらもう。口でヘと言ったら俺なの。やみやみ喉が痛すぎる。ゆめまる今日元気めちゃくちゃなくない、もしかして。あ、俺ファスティング中で今2日目でめっちゃ体調悪いです。俺めっちゃ眠い。最悪だ。来た来た。あー、なるほど。食べきり多いもん。いやでもいいヘが出そうなパンですね、これね。うわ、香るヘ。麦なんですか。僕は買いません。ああああ、そうじゃん。俺今精一杯できることしてます。え、こいてくれませんかね。やっぱはい、兵長、総兵長ガチ玉なし。今回ね、ここにない3人のことを僕たちがいろいろなことをしてね、振り向かせてあげたいなと。偉大なるジョークマンだ。雑草が伸びてるな。雑草が整備されてると思うけどね。哲也、哲也はどこだい。はい、お呼びですか。なんだいその格好、生意気な。え、お前みたいなやつに普通の服を着る資格なんてありしないよ。そんな、なんてこと言うんですか、湯婆婆様。湯婆婆、お前は明日から千のコスプレ生活だ。は、千と同じピンク色の服、千にそっくりなカツラもつけてもらおうかね。あんまりです、湯婆婆様。それにしてもつながりがなさすぎる。なんで急に湯婆婆出てくるんだ。オムニバス形式なんだね。もしお前のことを大事に思う仲間がいるなら罰を軽くしてやってもいいけどね。います、仲間ならいます。なら今すぐ私にそいつの顔をお見せ。早く見せないとどんどん罰を受ける日数が増えていくよ。どういうことですか。いくよ。え、何。変のコスプレ1日、え、2日、え、俺の罰がどんどん増えてるってことか。3日、やばい。やばいまずい、このラジオ変のコスプレ生活になってしまう。誰か俺の中、としみつだよな。4日、としみつ、事情があってこっちに顔を向けてもらわないと。5日、俺が大変なことになってしまうんだ。6日、頼む、としみつ、俺のことを仲間だと思うなら1週間、こっちを向いてくれ。こっちを向いてくれ。8日、じゃない最後。いやもう一番いいのってやっぱ同情でしょと思って。いやよかったなって。まあでもそういうコントですよね。これ本当っす。何で？これ本当だ。コントのつもりでやってるって。俺は。いやこれもちょっと。っていう迫真の演技も込みで言ってたんで。いらっしゃい。東海の都市ですと。今のと道なりと。ここで働かせてください。で、ああ。つです。名前が飛んだんですよ。寿司ってのあるじゃないですか、はい、あれっつうのはね、もう実質おにぎりなんですね。ええ、お金を丸めるだけなんで誰でもできますよねって思ったんです。ほらそんなことない。
口の中に入れたらシャリがホロホロみたいなね、バカバカゴケっていう話ですよ。だーまーれー。ちょっと引き出しの中開けたらあったんだろうな。あのね、線の引き出し空っぽでした。例の男ね、哲也さんはあの、はい、駐車場の方でね、お待ちいただいて、出したらすぐ食べていただきたいじゃないですか、はい、マジで出した瞬間食べてほしい。マジで、マジで出しをしてきてください。ちょっと遠いんだよね。ちょっと遠い。ちょっと階段降りるからね、イーッ。線のね、ゾットとどっかに行ってくれませんかね。はい、絶対に振り向かないです。はい、振り向かないでください。まだ線馴染んでないな。いらっしゃい。いらっしゃい。座ってください。お邪魔しまーす。お座りください。走って戻ってね、ちょいちょい。あ、戻りもね。うん、頑張って。足を押そう。走れ。よっしゃい、遅いよ、よっしゃい、もう行こう。すぐそこで先代の大将になりました。おお、はいはいはい。多分これをこうやってカチャッてやってこうやってカッてやって、おいで出てきてる。薬を出す無駄じゃねえよ。さああと2人、やっぱ似てますね。迷いました、その正直見た目では。はい、ただやっぱりこの緊張しちゃったのかな、気が浅いってのもあって仕方ない部分はあると思うんですけどね。それでもやっぱ師匠にはだいぶ遠く及ばなかったということで、それでも非常に美味しかったです。ありがとうございます。とちゅうさん。おお、怖すぎますって。はじめじ YouTube でちょっと調子悪くなったらここに修行に出しますから。その時は僕も働かせてもらいます。宿も東海のスライド、宿と、はじめと、決まると、はじめと、です。あ、あー、ふです。つーか、出ていいんじゃない。いや、でもね、俺小学校の時はあだ名がつなんですよ。ガチ。ここに来て毎回やるの、その編集。手と矢を毎回飛ばしてください。もう配ってくれ、それ。いやー、どうも、東海のスライド、はじめと、あーつです。違う、違う、違う、え、大事なやつ。ちょっと2日酔いすぎです。第4問、こちらです。もんで、まあ、これちょいヒントあげてもいいかもね。マジで、いいっすか。じゃあほぼ曲分かっちゃうぐらいのヒントでもいいか。うん、いいっすか。見てください、見てください。あー、そういうことか、ね、もう揉んでいる胸のどこか遠くへ。もんでいる胸をどこか遠くへ。素晴らしいね。でもすごいね、このヒントだけで全員がさ、もんでいるすぐ分かったね。せーの、ちょっと待って悩むな、これ。はい、落ちました。いくよ、はい、せーの。はい、じゃあ置きます。はい、回します。しました。せーの、はい、いきます。せーの、あっ、つねー、あっ、つねー、あっ、つねー。僕が揃いました。僕が揃ったのは半年米禁止。これが虫眼鏡さんに送られるわけですけど、書いたのどうだったですか。これ書いたのは虫眼鏡さん。いや、でもこれ一番やばい。いや、一番だね。これ一番が本人にカウントされてます。ということは、
ありまして、チームはクッパで決めましょうか。いや、虫さん引きたくないな。え、だってさ、許可も取りに行けなくてさ、米も食えないんだ。あ、そう、ごめんな。危ない人いるぞ。やんな。餅ばっかやね。雑煮とお好きな餅2種類で1300円、餅各3個。いや、ちょっと気になるんだよな、ちょっと。うちのね、とちみつさん、ちょっとお餅にはうるさいですよ。いや、だってさ、あれがないわけないなと思ってるんですけど。ちなみに、はい、餅は米？いや、餅は餅です。あ、餅、うん、あ、じゃあいいじゃん。間違えてしまった場合は、うん、全部食い上がれ。かっこ2人前。2人前。早すぎる。2人前か。これはこれでなるほどねって言えるの、いや、いくらなんでも YouTube に魂売りすぎだもん。とんでもない事態だな。10問これを繰り返して全部突破できたら、あなたたちの勝ち。米食えんやん。でもそれは他の人が食べないと。もう、だって1日じゃねえか。米がもし間違えちゃったって出てきたら仕方ないけど、じゃないものが来た時、ちょっとだけね、ちょっとこう、多めに。まあ、そのね、やりとりは、まあ、動画内で自由に。申し訳ないよ、そんな、なんか。なんで言ったかなぁなんて申し訳ない。申し訳ないって気持ちを最後まで絶対持っといてもらおう。いただきます。いや、別に感想聞かんでもいいわ。うまいって言うんだな。うまい。うまいって言われてる。うまい。うまいやん、もう。うまいわ。普通にうまいじゃん。これは間違いないっす。ずる。何寿司食えない男だ。刺身定食ご飯抜きでは。決めました。あ、決まりましたか。行っちゃっていいですか。はい。もう1抜けしますね。3番のフランスのコーヒー、6番のフランスのメロン、そして2番のスペインの牛乳を1つお願いします。何言ってんのかよ。飯食え。メロン牛乳。これ分からんだよ。そうなんだ。そうなんですよ。一人だけ縛りプレイしてるやん。いただきます。いや、僕ね、半年間お米、おお、そうなんだ。食べられるじゃん。うん、ちょうどあげたとこか。待っていただきましたからね。8月になるまで待って、ね、それで8月なんだ。第1回ど真ん中を久しぶりに勝ち抜け戦でございます。5戦やるので、まあ、6人から5人になり、4人になり、3人になり、2人になり、で、最後1人になったら解明と。うん、おやじ簡単に言ってたね、今ね。出た。え、そのスタイルって絶対解明しなきゃいけないまでセット何買うんだろう。日本ど真ん中祭り大好きくんとか。芝居を勝ち抜け。うわー、でかい。いや、もう名前考え始めてたからささっき確かに考えてたわ。うわー、初めてだ俺、このこれ系で最後残ったの。決勝戦になりました。うわー、またかよ。絶対ウイスト。いや、マジこの動画の名前分かるの超ぬるっとして気づかれんぞ多分。いや、そうだね。夏休みだよね、だから多分ね。そうね、夏休み中1ヶ月解明になるのかな。うわー、1ヶ月だ。あと1ヶ月。東海がツイッターの名前変わる、結構ややこしいことや。いろんなことが起こるからね。結果を記した紙をみんなの前に置きます。はい、はい。哲也の点と俊光の点と中心があります。はい、はい、重なってろ。結果はこうなりました。じゃん。え、何？あ、はあ、え、ってことは哲也の勝ち。やったー。マットワン。俊光はどこに行ったの。いや、俺は安城の、あのニトリあんじゃん、国一の。はいはい、はい、あそこ右に曲がって。あ、結構いい考察ではあるんだよ。だから、じゃあそれが足りなすぎたな。そうだね。あー、しかしまた勝ったのか。ということで、また名前で負けた。またもういいよ。としみつさん1ヶ月解明。おお、これ地味だな。熱い戦いしたんじゃない。いや、本当なんか向かってる時とかもさ、真ん中を感じるっていう行為が一番やっぱ肌でできたというか。あ、はいはいはい、今としみつも真ん中に向かってんだって思った。本当出会いたいなって思った。それはあったね。結果的にもいい勝負だしね。いや、まあ、ね、ついてから全部さっきのあれやったんで、ね、うわー、本当最初解明うんぬんとかいう話始まりましたけどね。なんかこの熱い勝負というか大丈夫だもんね。いや、本当もうどっちが勝ちとかもないんじゃないかなっていう、心的にはね。まあ、そっか、じゃあ、あれだよ。いや、本当にいい勝負できてよかった。もう最後の相手がお前でよかったよ。優勝な、うん、ああ、そうだよ、友達取れたから全員、この6人がもうね、ど真ん中みたいなもんよ。はい、うん、ですよ、皆さん、これこの6人が君たちみんなの心のど真ん中。そうだ、うん、やめきれないでしょ。まあ、一応ね。まあ、でもこんだけ、なんかいい気持ちいい感じになってから、マジごめんな。それも考慮してていいけど。真ん中っぽい男らしい名前とかね。夏だからね。夏の大事な時期、東海は10周年、ね、迎えていくって時に、どうだったメンバーの名前が変なくなっちゃったよ。俺嫌だ、リーダーとして10周年だよ。ということで、としみつさん、はい、今回1ヶ月あなたの名前は
ガニ股ハゲです。真ん中全然ねえやん、けお前。真ん中ねえやん。ガニ股ハゲだよ、お前。お尻に向かってハゲはないだろうよ。こんなに髪の毛あるんだぞ。カタカナのガニ、どうなんですかね。カタカナガニに漢字の股にカタカナハゲなんですかね。あー、いいね。真ん中が、まあ、漢字でね。あれが全て決めたんだ、俺の。あの愛知県の方が。2連敗。先輩だね。しかも今回モニターとか出る機会ないの、ちょっとひっそりだわ。いや、あの時はあったの、そのフェスイベントがね、言うたーって言うたーね。ガニ股ハゲ出すとこないから名前出す時にガニ股ハゲとのコラボ商品ってなるそんなの買う東海前ガニ股そう、それだわ、唯一一個あるんいや、このふわっとした曲ぜひみんなに見てもらいたいね。本当、これ広めないとね。急にガニ股ハゲが生まれたいつも見ます。なんて名前違うんですか。殺すわあるあるね、あるある。うわ、いつも見てます。本当大好きで見てて。なんで、なんでその子なんですか。殺すわなんでじゃねえんだよ。撮影ですけど殺す。やだな、ってだぞ。しばゆと、やだ、ガリバタハゲ、今からと、めしめやだ。絡まってるよ、絡まってるよ。赤が絡まってるよ。当日もう時間的にラストだわ、これ。うん、もう到着してるから。うん、絶対決めよう。絶対ね。じゃあ、オンリーアップやっていきたいと思います。早くは消えましょう。あ、ブリクだ。あ、ブリクだ。ありがとうございました。ありがとうございました。滑稽だったわ。ガニうるさい。おい、ガニまたうるさいよ。ガニ呼ばれされてる。ガニガニ呼ばれしやがって、俺のこと。行くぞ、ガニまたあげそうだった。おい、俺年上出ちゃった。おい、ガニまたあげやんけ。ガニあげめっちゃ遅れたわ。泣いてもらってもラストな。はい、絶対ラスト。はい、せーの、はっ。はぁ、あ、うん、はい、回しました。せーの。そうですか。はい、起きました。起きました。起きました。回しました。持ちました。はい、せーの。はい、起きました。回しました。回しました。持ちました。せーの。しゃーしゃーしゃーよし。待って、今さ、揃った。揃った揃った揃ってない。揃った2つだ。俺と柴犬が同時にここ取って残りがここだから、うん、ここだったんよって。あれラッキー。信じられないそこだと思う。問題はこれですね。2種類しかカード見てないから、あと2人知らないんだよね。言います。はい、梅さん、1ヶ月スマホ封印です。それはまずいね。役員のおっちゃん。え、しかもさ、この実は、うん、これ僕ですね。キモいって、この人。マジさん、これはキモいよ。キモい、YouTuber とは思え。スマホ持たずに2週間休みって山にこもるんか。隠居しようとしてる。もう一個、スマホ持たずに半年目を問わずして2週間休んで、1ヶ月スマホ封印で1ヶ月原始人。は原始人の格好です。僕来ねえよ、この格好して。スマホ立ってさ、褒めたって休みながら原始人でいいにくくってた。ただの原始人。ほんといいにくも、ひとまとめて原始人。もうじゃあいいにく、こうやってさ、骨ついたらこうやって見えてるのね。簡単な話、4分後に電車が出る。これに乗れないと終わるみたいな、そういう日ではないので、普段だったら焦らないんですけど、なんと今日一緒に行く相手がですね、原始人なんですよ。なんとですね、原始人さんは今スマホが使えないんですよ。なので今日ね、あの7時34分の電車ねって合わせてね、東岡崎向かってるんですけど、今7時31分、あと3分後に電車が出ちゃう。なんなら余裕持ってぐらいの気持ちで起きたのにな。現代においてスマホが使えない人と違う電車に乗ってしまった場合、待ち合わせる方法を俺は知らない。いけ。え、ちょっと待ってよ。あ、あの、見えましたかね、今。確実に特別車に獣の毛皮のような人がいた。着きました。広島に早速原始人さんを探していきたいと思います。
広島駅はね、人生で2回ぐらいかな、もうほぼ初めて来たと言ってもいいぐらいの知識量ですね。あ、違うわ、めっちゃヒョウ柄なだけだ。あれ一瞬間違うでしょ。違うんかい。あれ、あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、ありがとうございます。待ち受けにまで掴んでことをお伺いしますが、はい、この辺にちょっと時代遅れの人はいませんでしたか。時代遅れ、あ、虫さんいなかった。いなかったですか。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。もうちょっとこの駅の全体を歩いてみたいと思います。よかった、お待たせしました。本当だよ。もう分かった、お前が鹿と触れ合うんだ。ちょっと待って、これ大丈夫か、これし、ダンソンなんだよ。怯えてるぞ。え、完全に狩る側と狩られる側だからだよ今。はい、こちら。あ、すごい柔らかい。ちょうど練り消しと同じ触り心地。 あんたさ、毛がつきすぎない。じゃあ僕の毛みたいに言わんで。毛が僕の毛みたいに言わんで。じゃあ東洋館いただきます。はい、もみじまんじゅうより美味しいかどうかだけ教えて。毛がすごい。毛がすごいあんたの。そしてこのネタ帳を見てみると、ガムテープのガム部分だけ食べてみた。一番気持ちいいのは線ずり、こんずり、まんずりかな。まんずりかこんずりって何。昆布ですか。昆布でしょ。はい、曲がります。 U ターンしますよ。あ、すごい。そっからまたさらにキュンキュンです。原始人がパソコンいじってる。トランポリンの上だし、なんだこれ。いいんだな、パソコンいじらないよ。今日の動画上がらねえか。気が立っている。原始人だ。スマホは触れないか。あああ、動画でした。あ、人だ。すいません、ここはどこなんですか。あ、すいません、すいません。僕たち気づいたらここにいて、あなたはどうしてここに来たんですか。ここ、どこですか。あなたの名前は。え、何してるんですか。ここ、どこか、わかりませんか。わからないんですか。え、ジャパニーズ Can you speak Japanese? Hey!言っちゃった。僕が原始人のせいで舞台は原始時代以外ありえなくて。それを着替えてもいいんだよ。てか出てくるシーン少なすぎるから。トントントン、いらなかったよ。最後転げくんだったよ。どっか行った。いやね、皆さんこの原始人の衣装、まあふんどしに比べたらね、楽勝じゃないかとお思いかもしれませんが。それは思います。あ、これ結構マジきつくて、で、てつやマジすごいなと思ったのが、なんで今素足で外出れるのっていう。確かに普通に無理すぎて靴下絶対履かないもんね。そう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 、あ、もう無理だと思って。で、運動場の時は確か靴は良かったんや。そうね、靴で、しかもなんだっけ、ダウンジャケットみたいなの上から下までやってたから、あんま寒いなって思わなかった。確か無理、寒すぎて外出れないから、ずーっと家の中にいて、マジで比喩とかじゃなくてひちこって見てた。ちなみに僕ってこの学校で新幹線乗っていいですかね。これ全然いいんじゃない。俺だったら乗っちゃうな。大丈夫じゃないですか。ふんどしの時とは一線を隠してるとは思います。服だから、服だから露出じゃないの、趣味のもの。コスプレぐらいのレベルだよ。あもっとセクシーな人いるかもしれない。じゃあまあいいか、おばちゃんと思えば。おばちゃんとこれ。うまいわ。きめえ。露出ぐらいとかじゃなくて、本当に大丈夫かなっていう目線はあるけど、この人来たら乗り方わかんのかな。おってなあ、やばい、しまった。え、今日公開するさ、ジェンリーの動画のさ、サムネイルをスマホに封印したままだ。あ、でもみんな持ってるっしょ。封印されちゃった。あえて送ってた。わかんない、送ったっけ。え、あれでしょ、教団の前のやつでしょ。そう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 、持ってるよ。あ、持ってる。俺すぐ保存したから。スマホどういう状態なの。いや、一回一日、もうこれは使うかもってやつを全部こうパソコンに移して、はいはい、で、ここに貯めてあるんだけど、うん、それ以外はもう普通にパソコンの前に置いてある。その生活のがしんどいわ。いや、でもこれ意外とね、いいもんですよ。スマホ触んないとね、暇。なるほどね。へー、時間が生まれるのか。確かに昔の人はそうだもんな。確かにいいもんかもな。
頭良くなりそうだな。強制されないとできないもんな。絶対触っちゃうもんな。原始人終わって初めて来た。あ、俺のやつじゃん。乗れない。なんかね、最近みんな普通の格好してるなーって。あ、先生なんだか。まあ1000ぐらい。まあ今年少なくあるね。うん、そうね。なんか東海オンエアといえば十字架みたいな、罰ゲームの格好をするみたいな風習もあったんですけど、なんか最近少ないなと。やっぱりもう罰ゲームをね、決めた人のことをてめえって思っちゃうんですよね。まあ罰ゲームね、恨みますよね、十字架って。はい、まあ、これ良くないなと。どの点においてですか？まあ、恨みつらみ発生するのも良くないし、普通の格好でノーノーと生きるのもあんま良くない。いいのよ。なんでね、その恨みつらみ解消する方法、今の時代あります。ないでしょ、こんな頑張って考えてきたんだから。いっぱい、これね、 AI に十字架決めてもらえばいいんですね。お前 AI って簡単に言うなよ、お前。うわ、はい、これでいいですかね。うん、行ってみよう行ってみよう。今度こそ決まるかも。せーの、はい、どうだ。また俺？また哲也なんだ。やばい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 。さまざまな異様の腰を。いえ、ちょっと一回見るよ。一回見るよ。はい。はい、一週間ヒーローチャレンジ。一週間哲也さんが普段のキャラクターが一転しヒーローの腰を身にまとうことで新たな一面を見せたが企画。詳細。一週間さまざまなヒーローの腰を身につけます。例えばスーパーマン、バットマン、スパイダーマン、ワンダーウーマンなど。有名なヒーロー、哲也さん普段とは異なるヒーローのような行動に触れられる必要があります。例えば人々を助けたいのか、街頭でのパフォーマンス、子供たちの交流などが含まれます。はぁ、ということで初日のヒーロー活動はこいつだ。変態新仮面ライダーキッド。ということで、そのあああ仮面ライダー、あー、終わった、疲れた。なんだ、なんだ、やばい、ジョーカーだ。疲れた、あと撮影疲れたな。おい、お前、何やってるんだ。危なかったな、君、気をつけろよ。私は本当に時間がないから、もう行くんだ。じゃあな。危なかった。東京都墨田区にやってきました。この辺にモニュメントがあるらしい。声聞こえてますか？これ車もうるさいし、こんな救急車が、きっと怪人が出たんですね。ヒーロー生活2日目、ということで今日は憧れの特装戦隊デカレンジャーになりました。俺の青春。何か俺に聞きたいことがあれば今のうちに聞いておけ。今ヒーローチャレンジやってて、かっこいい写真を撮る方法を教えてください。いいだろう、一緒にやろう。はい。お前の代表的なポーズは何だ？デカレットは こういうのがあります。まず足。足、はい。もっと広げろ。もっと広げる。この手先、この指の先まで意識するんだ。はい。そうだ、ここまで宿れ。はい。握るんだ、握れ握れ。はぁ。そして顔を決める。はい。完成だ。ありがとうございます。その後ろ側で俺がこうだ。いいじゃないか、正直言って思った以上のできた。お前もこれで立派なヒーローだな。はい。後輩よ。先輩。さあ、いよいよ始まりますよ。もう本日一発、このスタンプカード生活もラストということで、じゃん、234ボックス、なんとここに6万円ぶち込みました。当たればね、まあ20倍は超えるということで、まあ最低でも十数万は絶対勝ち。あー、気合い入れるか。よーし、フェイスオン。よし、頼む。負けたー。おはよう。
行こうか。今日は何だって？今日はちょっとスチール撮影です。スチール撮影で写真撮影だな。はい、キャプテンは得意だ。これまでたくさんの映画のスチールを撮ってきたからな。今日は何だ？キャプテンアメリカのシリーズか、それともアベンジャーズね。今日は東海オンエアの撮影です。東海オンエア？全部脱いでもらいます。え？なぜだ？ IP 引っかかりまくりですね。 IP 引っかかりまくりだと？キャプテンが強すぎるがゆえか。すっぴんの金太郎さんみたいな人がいるぞ。あー、いた。いや、おはよう、キャプテン。おはよう、スティーブ。おはよう。よくスティーブと呼んでくれた。いい根性してる。いや、出身は？あ、まあ、今日まずいです。ブルックインだ。そうそう、そうなんですね。3日目なんですけど、あと今日入れて5日あるんで、はい、どっかのタイミングでちょっとね、はい、協力してもらいたい。あ、わかりました。嬉しいと思う。すごい頼もしいな。うん、いい根性してる。出身は？あ、安城市です。ブルックリンだって言ってくれるんですよ。うわ、惜しい。普通に虫さんのやつを見れば1700円だなって。水がまあ70円だとしたら1700円。やあみんな、キャプテンアメリカだ。何を言ってるか難しいよな。私が分かりやすく解説をするぞ。すると3ターン目の量のラーメン、水、ピザ、ホットドッグで2070円から、ラーメン、水の1770円、ピザの100円を引くことによってホットドッグが200円で確定するというわけだ。何してるの？もう今解説を取ってやめ。もう全然あの編集してもわけわからなかったから。ちゃんとやらないとわけわからない。これクソ難しいよ、動画編集。わかったかな？え、なんだっけ。え、サイヤマンなんだっけ。私の名前を教えてやろう。私の名は悪は絶対許さない、正義の味方、グレートサイヤマンだ。サイヤマングレートではないですよ。サイヤマングレートではない。徹夜らしい。あ、あ、わあ、ピッコロさん、金色のマントを止める金色のボタンが取れた。テツヤ出すぎるよ、ちょいちょい。今回ちょっと本当いろんなヒーローのファンの方々に配慮して被らないようにしてるわけですよ。そしたら次これだった。なるほどね。サイヤマン、うん？あれサイヤマングレート？サイヤマングレートサイヤマン。あ、グレートサイヤマン。グレートサイヤマン。サイヤマングレート。いやどうも、東海の両党。立ちめそう。今のと見せるような。私は悪は絶対許さない、正義の味方。カクカク、どうも、革命足りてますか、サボでーす。試合が全部違う。軽めにやんな、全力やってんだから、こっちが。遅れました。おはようございます。遅刻しても、気にするな。今日寝坊した。そうっすね。はい。ちょっと元気ないな。寝起きと、あと申し訳ないみたいな気持ちあるかもしれない、はいはい、でも、大丈夫、元気当倍マントマン。コンディションはバッチリです。あっ、いててててて、て大丈夫。あー、お腹がすっげー減っちゃった。誰か、助けて。大丈夫かい。え、どこ。シュ、シュワー。あ、あ、シュ、シュワー。こ、み、みんなのマントマンだ。マントずれてます。え、お僕はみんなのマントマン。マントマン、お腹が減ったよ。このアンパンを食べて元気当倍。当倍マントマン。変わんないじゃん。やろう、トガの年下夜と虫めるだ。元気当倍マントマン。マントマン、朝行き過ぎて元気が出ないんだ。そんな時は俺と一緒に普通になろう。元気当倍マントマン。いや、現実的なんだよね。どうだ、当倍だろ。パスー、前前前前。今日のヒーロー活動ここって言ってたけど、いねえな。いいじゃん。あ、喋れないのか。あ、ネタがいいからね、長引いてね。ちょっと日がもう暮れそうだけど、セミがギリギリにぎわってるから。
ハッ退治してあげて、ハッそれでいけるんだね、ずっと。ああまずいよ。あれ電池なくなっちゃってるじゃん。ああ使えないといけなくなっちゃう。何この時間ってあった。この辺を今から一掃しますと言ってます。どうやってやんの？飛んでって直接チョップでもすんの？何すんの？やばい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 。今の話今の話。どこ？蝉の鳴き声が消えた。へぇチャット GPT ね、この2つなんじゃないかっていう、この十字架系が1本こう動画になるっていうパターンね。ライブもできたしね。あったな。なんだよ、もはもはな声だよな。集まってくれた視聴者さんが iPhone で撮ったやつの方が音質が100倍だった。しかも最高の最後、一番大事なね、テロップ開業して見えないっていうね。